SBS ラジオ秀と紀藤のフットオークヒデショナルタイム。さあ今年一発目のヒデショナルタイムですけども、はい、まあ今年のですねサッカーをちょっと語ろうじゃないかということで、まず本当にあの1月1日に日本代表が試合を行いまして、すごい人が入ったんですよ ね。やっぱあれって天皇杯を見てきた流れがあるということで、いいスタートを切ったらと、やっぱり代表戦がスカスカだとちょっと寂しいじゃないですか、うん、そう考えた時にいいスタートを、まあ、サッカー界で切れたなと思っております。で、高校サッカー界に持っていくと、まあ、本当にまあ、プロの影響力ってすごいなと、もうみんなうまいです。もう本当に要はキーパーを中心にボールを回してって、その間に、まあ、前線が動いてとか、なんか本当にあのプロ顔負けの、プレースタイル戦術を皆さんがやってるなと、もう僕なんかがやってた時代とは全然違うなって思ってます。とはいえやっぱりちょっと懸念材料もあって、まあ、ゴールパフォーマンスが本当プロのようにやる、まあ、それはそれでいいんですよ、嬉しいことじゃないですか、まあ、でもどこか真似してほしくないなっていうのはやっぱりね、こうね、ファールをされた後なんですよ。で、こうね、ファールをされた後に、本当にちょっとプロがこう審判にね、こう文句を言うようなジェスチャーをしたりとか、あとは、まあその、まあその後にはこう握手したりとか、こうね、手をこう添えて、こう立たせようっていうのもいいんですけども、ちょっとこれシミュレーションじゃないかなってシーンがいくつかあったんです。で、これを今からやっとくのはどうかなと思うんですよ。まあ、実際に、まあ、例えばですよ、もう、ブラジルの選手とか当たり前のようにシミュレーションやるんですけども、それは当時、もう VR とかなかったからです。今やると、絶対損することが多いので。自分がね。まあ、はい。昨年も、まあ、レアルソシエダに在籍している久保建英選手が、ファール取られて、それでもイエローもらいました。あれもいらないイエローだったんですね。それは、もう、旗から見ると、まあ、ファールかなと思うんですけども、VAR を返すと全然 PK じゃないですよ。で、結局イエローをもらって、もらいに行ったなっていうことで。だから、あんまり、良かれということじゃないなは、真似しない方が、将来的に、すごく役に立つかなと思います。で、あとはですね、まあ、言ったら、選手権の最中、でもあったんですけども、はい、まあ、冒頭でも申し上げた能登半島地震がありました、はい、でそれによってですね、まあ、石川県代表の星稜高校さんがこう応援に行くことができないっていう時に、じゃあ代わりにみんな応援してあげようよっていう動きがありましたね、そういったね、おはがきもらいましたよ。これメールもいただいております。まあ、実際に僕の高校と対戦するときに、まあ、その石川の星稜でしたから、はい、市立船橋とね戦って、はい、こちら、静車、高校サッカーでの支援の輪に感動しました、うん、星稜と市船の試合、その時に市船がメガホンを貸したり、日大藤沢高校の生徒さんが代わりに応援したり姿を見て、とても素敵な光景だなと思いました。しましまパンダもそうです、うん、市船の選手たちも試合前に力を合わせて乗り越えようとメッセージを掲げたり、メガホンを星稜高校に提供したいと、私は関係のない静岡県民ですが、一サッカーファンとして感動して泣いてしまいました。スポーツいいなと感じました。本当それは思いましたね。こういうことがやっぱり人間を育てることなんじゃないかなと、私強く思いました。で、それと同時に、まあ、ちょっとね寂しいこともあって、それはやっぱりこう引退ということでしょうか、まあ、やっとさんの引退やっぱ大きいですね。これ千代ビータもそうです、はい、本日はやっとさんの現役引退ニュース聞いて驚きました。やっとさんお疲れ様でしたとか、あとはこちら、麦わらのおじさんが、まあ、やっとさんもそうですし、高橋陽一先生の引退、さらに、まあ、皇帝ベッケンバウアーが亡くなったということで、まあ、なんかこうやっぱりいろんなことが起きとるなとは思っております。まあ、ですけども、やっぱりこうスポーツが持つ本来の力というのは、僕は本当にこういう時こそ、まあ、エンタメもそうなんですけども、さらにもう言葉の壁とかそういったもんが一切ないスポーツが、やっぱりこういう時にこう日本を明るくする大
き材料だと思うんでね、うん、皆さんどんどんスタジアムに足を運んで、いやこんな時にそんな楽しんでていいのかなと思わずに、皆さんは皆さんの普段の生活をやっぱりこう大切に生きることが大事なんじゃないかなってちょっと思いましたというお話なんですけど、いかがでしょうか。いやでも本当そうです。でもそのちょっとね、選手権もちろん見てましたけども、そういう見方やっぱしてなかったので、うん、なんでしょうね、選手たちもそのやっぱ海外のプレーとか今の J リーグとかそういうやっぱプロの方のプレーをやっぱちっちゃい頃から見てるから、それがまあかっこいいと思ってるか別として、うん、やっぱ必要というか体の中に入っちゃってるんですかね。まあそうだと思います。当たり前のようにやっぱりこう歌もそうじゃないですか、ダンスもそうじゃないですか、やっぱり人の真似をして歌い方とかも含めてね、でそれがやっぱりずっと子供の頃からやってたらそうなっちゃうのと一緒で、ですからもうシミュレーションみたいなことはもうやめた方がいいです。パフォーマンスとしてね、結局バレますから、上に行けば行くほどっていう時に、大事な一戦で PK 取られてしまったとか、それでレッドカードで、まあ我々のね、本当に仲間って言いますよ、まあ本当赤星さんっていうね、もう自分の引退試合でレッドカードで出られなくて、でさらにですよ、風邪ひくという、まあそれはそれで僕好きですけど、大好きですよ。ですからまあちょっとね、スポーツの持つ力、今年はオリンピックもありますし、ワールドカップの予選も始まっておりますから、皆さんでですねスポーツ楽しんで1年間元気よく過ごしましょう、というお話でした。以上、秀島のタイムのコーナーでした。